こんにちは。こんにちは。こんにちは。皆さん。すいません。平日のど昼間に。こんにちは。今日は久しぶりに髪の毛をセットしてみたんですけど、どうですか？髪をセットしました。最近もうまん丸ばっかりにしてたんで、ドライヤーしたまんまのまん丸の形にしてたんですけど、ずっと今日は久しぶりにヘアセットしてみました。なんかさ、いつも思うんだけどさ、鏡で見るのと配信画面で見るのって全然雰囲気変わるんだよね。なんでなんだろう。イエーイ。ということで今日はちょっと夜ね、ちょっと多分できないんで昼間にやるんですけど、見てください、ネイルを昨日買ってきました。今ね、何もつけてないのでちょっとこの配信で塗ろうかな。ネイルってさ、どんぐらい乾くのに時間かかるんだろう。なんか乾くのが早いやつを買ってきたんですけど、こんにちは。そう、自分で塗るっていう。でもさ、何が怖いってさ、除光液今持ってないんですよ。だからミスったら死ぬっていう チキンレースをしていきたいと思います。ミスったら死ぬっていう、ミスったらもう直す方法はないっていうね、チキンレースをしていきたいと思います。なんか多分さ、左手は利き手で塗るから塗れるんですけど、右手が、左手が本当にさ、不器用だからさ、やばいよね。一旦塗ってみるわ。まあ、ものは試し。最悪、ショールームが終わったら、100均に走って除光液を買うっていう、イベントが発生する可能性は、あるよね。色はね、こんな感じ。ピンク。透明っぽいピンク。ちょっと可愛くなるくない？爪が。爪に血色感が出ますね。こんにちは。でも一度塗りでめっちゃ可愛い。見て、こう塗った爪と塗ってない爪の違い、可愛くない？チュルンチュルンになる。さあ、頑張るぞ。マジで怖いよね。なんかさ、ずっと派手な色をさ塗ってたからさ、一回なんだろう、こうシンプルめな大人っぽい色にしようかなと思って。まあ爪も短くなっちゃったことですしね。こんにちは。今んとこ上手ですよ。じゃあさ、途中から見に来た人さ、何してるか分かんないだろうから、ちょっとテロップ書くわ。ネイルを自分で塗ってみる。こんにちは。明るいヘアカラーが似合ってきた。あ、本当ですか？さあ、もう今染めたくてしょうがないです。もう色落ちしちゃって、
赤がもう1ミリもいなくなっちゃってたんで、ちょっと近々来週中には行きたいな、ビデオウィンって感じで。次どういう感じにしようか迷ってて、前と全く同じにしてもらうか、ちょっと暗めに、前回より暗めにしてもらうか、非常に悩んでおります。今んとこ綺麗、今んとこめっちゃいい感じだけど、今んとこめっちゃいい感じ。いいぞ。なんかこれ10分ぐらいで乾くって、もっと明るくするの、いやこれ以上明るくはもう当分しないかな、舞台もあるし、あんまり明るいとね役に沿わなくなっちゃうような気が。まあ、まだそのなんか髪色指定みたいなのは別に何も言われてないんですけど、自分としてはちょっとこれ以上明るくすると役に合わないかな、そぐわないかなって感じなんで、今日も可愛い、ありがとうって感じっすね。左手濡れた、なんか一度塗りで良さそう、一度塗りで全然可愛い。多分二度塗りしたらもっとピンクが濃くなるんですけど、こんなもんでいいですよね、ナチュラルな感じで。でネイルサロンでさ、なんか甘皮とかを綺麗にしてもらってるから、今爪の形が過去一綺麗、爪の形が綺麗だと塗りやすいね。楽しい、楽しい、薄いピンク好き。え、わかる？さやもさ、このなんだろう、淡い色みたいな大好き。あ、でも二度塗りした方が可愛い。なんか小指だけ今二度塗りになっちゃったんだけど、二度塗りしよう。あっ、こんにちは。前回はさ、もっとなんか濃いドピンクみたいな色だったんですけど、今回もピンクにして、本当になんかピンク大好きマンになっちゃった最近最近ピンク大好きマンなんだけど、ピンク大好きマン、でもいい色だよね。まあこれからね、春だし、春ってやっぱピンクの感じするじゃないですか、桜みたいな。やっぱ春はピンクだからね、春に向けてピンクで生きていくぜ。今日の服装はありがとう、嬉しい、頑張っておしゃれしました。今日珍しくやばい、少なすぎた。
基本さ服装ダサいんですけど、頑張って見たよ。あら、二度塗りしたが可愛い。よきみざわ。桃色はひな祭り。確かに。そう、ひな、もうすぐひな祭りですよね。なんか最近スーパーに行くとひなあられとか、あとなんか雑貨屋さんとか行くと、雑貨屋さんというかなんかデパートとか最近さ、なんか行く機会があって見ると、そうひな人形が並んでたりして、あ、もうひな様の時期かと思って、うちにもおひなさんあったなと思って、こんにちは。アイラインは茶色ですね。もともと赤が好きです。赤もしくは2番目は黄色。セリーは実家でお雛様出すの？いやー今年とかは別に出さないと思うけど、今まで住んでた時は毎年ではなかったけど、最後出してって言ったら出してくれてた。やっぱあれさ大変だからさ、出したり片付けたりするのが、うちはそんな大きいのじゃなかったんで、おひな様とお代理様と三人勘定の5人体制のおひな様だったんで、そんなそのなんだろう、出したりがとんでもないでっかい大変なやつではなかったんですけど、でもやっぱさその片付けるときにはしっかり掃除してさとか、あの汚れたり壊れたりしないように紙に包んで木箱に入れてみたいな、結構手間かかるから、そうわがまま言って出してもらってましたね。イエイ。いや、いい感じじゃない？ほら塗ってないのと塗ってるのでは可愛さが段違い。え、まだ配信始めて13分しか経ってないのに片手終わったんですけど、イエーイ。さあ問題は右手。左手ってさ、なんでこんなに不器用なんだろうね。本当に使いづらい左手。そうびっくりしちゃう本当。ちょっとこっちも。よいしょ。左手はちょっとテーブルを使ってね、しっかりと固定してやらないと。そうそう乾きました？まだですよねきっと。こんにちは。なんか今日めっちゃ奥二重かも。今日奥二重の日だ。日によって二重幅が違う。こんにちは。よいしょ。なんかさ、首が短いからさ、タートルネック着ると首なくなっちゃうんだよね。首長い人羨ましい。早く爪乾いて。こんにちは。めっちゃ水こぼした。マジ水飲むのさめっちゃ下手くそな日あるんだけど、コップから飲んでベチャーってこぼす時ある。お、だいたい乾いてきた。え、爪かわいい。よき。ちょっと塗ります。左手に挑戦。うわ絶対失敗するじゃん。もう怖いよ。あ、やばい。めっちゃ怖い。全然映んないんですね。
さんの顔だけ写しとくね。手元は写せないから。あー難しい。いけた。小指から。もうストローで飲んだら。いやそれな、ストロー買った方がいい気がする。水こぼしすぎて。でも基本さ飲み物が水なんで、あのこぼしても大事に至らないのが不幸中の幸い。なんかね、コーヒーとかまあ飲むんですけど、コーヒーってさガブ飲みはしないじゃん。ちょぴちょぴ飲むからこぼさないんですけど、水めっちゃこぼす。水なんか多分飲むの適当なんだろうね。適当に飲むなよって感じなんですけど、多分飲むの適当になっちゃうんだろうね。水だとまあいいかみたいな。そのせいでよくこぼします。水も丁寧に飲もうと思います。これから いいんじゃないか。危ない、爪が死ぬところだった。え、結構上手に塗れてる。いいぞいいぞ。まだこぼしてないぞ。指の爪じゃないところにバーって塗ったりしてない。え、上手上手。さあ、あと2本です指は。あ、ちょっとこぼれたけど、これぐらいなら大丈夫だ。拭けばなんとかなる。うい、上手。てかさ、爪ちっちゃい私。でさ、なんか綺麗な女性のあの長い爪ってあるじゃないですか。あれ、私あれが憧れなんですけど、爪横長なんですよ。どっちかというと縦長じゃなくて、なんか爪ちっちゃいんですよね、普通の人より。爪ちっちゃ、塗るとよくわかる。でも過去一上手に塗れてる気がする。自分で塗るというイベントにおいて。こんにちは。ほら上手じゃない。これで乾かすのに失敗しなければいいんですよ。これでね、乾かすのに失敗した時がね、非常にだるい。乾かしてる時になんか触ってでってなるのが一番だるいやつ。でもやっちゃうんだよね、たまにね。あ、触っちゃった、当たっちゃったみたいなね。そういうイベントが起きるんですよ、ネイルって。それが非常に恐れていることですね。さあ一旦ね、全部の指が塗り終わったんですけど、
二度塗りをしなきゃいけないのでもう一周していきます。なんか小指だけ厚塗りになっちゃった。でももう直せない。もう仕方のない。あ、そう、今回のトップコートめんどくさいんでね、塗らないです。多分数日で落としちゃうんで、またなんか長持ちさせたい時はね塗った方がいいんですけど。見て、こっちの小指だけすごい。あ、でもそんなによくわかんないですね。こんにちは。見て、こうやってた時にさ、爪短いのも分かるくない？前の一昨日までさ、なんかこうやってたらなんかすごいピンクがピョンって見えてたじゃないですか。実感してる。しげさん、こんにちは。もうちょっと薄付きでいいんだよな、多分。塗りすぎるとなっちゃうから。でもさ、ネイルに関してはヒカルンがめちゃくちゃ塗るの上手くて、ヒカルン自分で爪やってるんですけど、めちゃくちゃ上手で、なんかマジ才能だなと思ってる。ヒカルン絵も上手だからさ、やっぱなんかそういう才能ってこう通ずるんだなと思って、書くっていうことに対してのプロフェッショナルですね、ヒカルンは。マジで上手。なんかさやは、まああれ、あんま技術がないんでこうやって単色を塗るだけなんですけど、ヒカルングラデーションにしたりとか、なんかこう絵描いたりとか、絵っていうかその柄をちょっと入れたりとか、めっちゃ上手。そう、すごいのよ、めっちゃ上手だよ。やっぱさ、自分にないものを持ってる人って羨ましく見えちゃうよね。そういえば本当にそういうのはできない。アーティスティックなの苦手だから。そう。せめて模写みたいな。せめて頑張れて模写みたいなね、感じなので私の場合は。光るみたいにこう絵描いたりとかネイルしたりとか、羨ましいなと思います。まあ才能もあるし努力ももちろんそのあるとは思うんですけどね。やっぱ絵とかはさ、まあ、才能もあるけど努力値って言いますよね。いっぱい描けば描くほど上手になるみたいな。そう、まあ、最後あんまりこう絵苦手だって言ってあんまり描いてこなかったのでそこまで上達しなかったんだと。あ、爪乾いた。左手見て完成。よかった。除光液を買いに走るというイベントが発生しない。そう、今のところはこっからショールームに、普通のショールームにするんですけど、喋りながら指を触らないようにします。喋りながらどっか変なとこ触ってジャギってやらないように頑張る。ほら、かわいい。え、かわいくない？マジピンク好き。こんな髪とか短くしてさ、ボーイッシュなのかと思いきやピンク全然好きっていう。ギャップ、ギャップ売りしてないんですけど、ギャップです。かわいい、ありがとう。いや、これからはちょっとネイルサロンに行くとお金があまりにもかかりすぎるので、なんかでっかい、それこそ成人式みたいなでっかいイベントがあるときはまた
店でやってもらうとかもありかなと思うんですけど、当分は自分で頑張ろうかなっていう。ちょっと上手になった前昔より。てかこの匂い久しぶりに嗅いだ、このネイル の体に悪そうな匂い。さあ早く乾いて。なんか右の方がさちょっとピンク濃いんだよね、なんでだろう。ちょっと液が多かったのかな。まあいっか。何点の出来ですか今のところ。100点です。この乾かしでミスらなければこのままいくと100点です。乾かす時にジャってなったらもう急に20点ぐらいになります。え、そうだからさ、なんかしないと、何かこう手、何かしてないとこう落ち着かない人だから、絶対に毎回ガッてやっちゃうんですよ。だからこうショールーム中に塗ることによって、ショールーム中って基本さ喋ること以外やらないじゃないですか。だからネイル崩さないで乾かせるんじゃないかという作戦で今ショールーム中に塗りました。まあ、あとさ20分ぐらいは配信しようと思ってるんで、20分もあれば乾くやろきっと。こう、私の爪の長不思議なんですけど、薬指の爪の長さ左右で違うんですよね。配信だと分かりづらいな。そう、薬指のね爪の生えてる長さが、上を合わせると分かるかもしれないですけど、左の方が長いんですよ。さやかちゃん七不思議の一つ。お腹すいたな。なんか11時くらいに朝ごはん食べた、朝ごまあ11時に朝ごはんを食べたということで、さやか今日ね割と遅めに起きたということが今分かったと思うんですけど、11時に朝ごはんを食べたんですけど、もうすでにお腹すいちゃった。今日おしゃれじゃんでしょ。久しぶりにおしゃれしてみた。どうですか、髪の毛も久しぶりにセットして、まあなんかあんまりうねうねさせてないんですけど、いつものまん丸ではない感じにして、そういい感じですよね。私も思います。ちょっと今日お出かけをするのでね、おしゃれにしてみた。でもやっぱ右左手の方がムラが少ない気がする。右手ちょいムラがあるかも。まあまあ遠目に見たら分かんないですからね、いいということにしましょう。こんにちは。ネックレスがいいアクセント。そうなんかさ今日シンプルめな服になっちゃって、あなんかネックレスめっちゃ埋もってる。そうシンプルめな服になっちゃったから、ネックレスを入れることによってちょっとバランスをとってみました。そうボイシュ路線どこ行ったってくらい可愛くなって、あボイシュ路線もう外れたんで一瞬ボイシュ路線行こうかなと思ったけど、いや可愛い系の方がさ合うなって思ってもう路線戻してるんで。こんにちは。イケメンになるのはやめた。これからはまたイケメンメンバーに、うわかっこいいって言う側になります。ももちゃんとかななさんとか、そうイケメンメンバーにうわかっこいいって言う側です。またそう路線変更を変更した。そうそうそう路線変更の中止そうをしました。中止を宣言しました。え爪かわいい。なん
か透明ピンクがいいね。透明ピンクがいい。サリンはピアサー？いやさ耳開いてないんで。そうイヤリングです。イヤリング、イントネーションキモかったけど今なんかそういろんな人にサイリンってピアス開けそうだよねって言われるんですけど、マジピアス怖すぎて開けれない。開けたいと思うことがそもそもないし、開けようともし思ったとしても痛いの怖いから。でもどうなんだろうね。でもさ絶対髪染めないぞって思ってても髪染めたし、染めたくなって染めたし、なんかいつ気分が変わるかわからないですけどね。そう爪も伸ばさないぞって思ってたけど伸ばして可愛くしてみたりしたから、いつやりたくなるかわかんないですけど、今のところちょっと怖いんで、怖いんであれですね。あとなんかそんなにメリットを感じないピアスの穴を開けることによる。なんかイヤリングで代用できるからイヤリングでよくないって思っちゃうさやかちゃんはいる。そう、だから髪染めるとかはさ、髪染める以外のその代用がないじゃん。だからちょっとやってみちゃったくなってやってみたけど、こんにちは。爪かわいい。やっぱ爪かわいいとテンションって上がるんだな。めっちゃ手荒れしてるけどね最近料理してさ洗い物しすぎてさ、あ配信だと映んないんですけど赤切れしてる。肌荒れマン。ハンドクリームを塗って直していかなくちゃ。塗るのついつい忘れちゃうんだよね。あ左手完全に乾いた。いいぞ。右手はまだギュッてしたら指紋残るぐらいの乾かしだな。ピアスは割とアクセサリーの中で安いイメージだけど、それっておしゃれにおいて多分メリットじゃない。でもイヤリングっていいじゃんピアスじゃなくてもイヤリングでもさ同じおしゃれは楽しめるから。いつも素敵。あ、ありがとうございます。サリは何でも器用だよね。いや結構さね不器用な方なんですよ。どっちかといったらうちの兄ちゃんがなんかもうバリバリの器用なんですよ。もうなんかどんなことでももうバチバチできますみたいな。それに憧れて頑張ってはいるけど、そんなにね器用な方ではない。いやどうだろう、不器用か器用の二極化するんだったら器用の方にこう食い込むような気はするけど、そんなになんか超絶器用ってわけじゃないんですよね実は。そう実はね器用に見せてるだけ時間をかけてやることによって器用に見せてるだけですね。そうなんでござるよ。器用な人は多分もっとサクサクやる気がする。やっぱそこまで器用じゃないから時間をかけて器用っぽく見せてるっていうそんな感じですね。お腹すいたなお腹すいた。なんか水いっぱい飲むとめっちゃお腹すくんだよね。なんか
ないですか、そういうの。特殊か。なんかお腹が空いたら水分を取ろうみたいなさ、よく見るけど、水飲むと余計お腹が空いたのを感じる。え、空腹やん、自分いい空っぽやんってなる。今日はで、なんか昨日夜更かししちゃったんだよな、早く寝る予定だったのに、なんかついつい携帯見て夜更かししちゃったな、 YouTube 見て夜更かししちゃった。今日こそ早く寝ないと。毎日言ってる。毎日今日こそ早く寝ないとって言ってるけど、毎日達成してない目標だわ。早く爪乾いてほしいな。めっちゃ風に当ててる、手を動かすことによって。なんだろう、今日は何の話をしようかな。あ、お仕事頑張ってね。何の話しよう。なんかさ、いろいろ話したいことはたくさんあるんですけど、まだ言えない話とかが多くて、やきもきやきもきしてます。だから明日話せることは一個あるかな。そう、匂わせ話したいことあるよっていう匂わせ、いっぱいあるんですけど、まだ言えないことが多くて困っちまいますね。なんだろう、なんだろうな。でもさ、は早く昨日買ってきた新しいパンの粉でパンを焼きたい。なんか今までパンを焼く時の強力粉って粉なんですけど、長野のスーパーで買ってたんですよ。長野のスーパーのオリジナルブランドのやつ買ってたんですけど、今回初めてなんか別のところっていうかで買って、有名な粉、有名なやつ買ったので、まあ別に粉が変わったからといって大した変化ではないんですけど、気持ち的にね、なんかあるじゃないですか、新しい、別に使い方は変わらないけど新しい道具使うとちょっとワクワクするみたいなあると思うんですけど、なんかそういう感じです。そう、そういう感じでね、結構ワクワクしています。なんだろう、今日さ、目の存在感薄い。ちょっとメイク足そうかな。なんか今日目の存在感めっちゃ薄い。奥二重だからか。今体の骨ポキっていったの。骨っていうか関節。なんか最近さ、そのダンスレッスンとか公演とかがないからさ、足使ってないから、足の怪我が全然痛くなくて、最近の生活めっちゃ快適。やっぱ怪我は安静にしてるのが一番いいんだよね。当たり前なことを言っているようですが。Yeah.
たり前のことを言っていますけど、安静にするの大事なんだなって思ってる。お米はブランド違うと味が違うから、パンもいつもと違うんじゃない？え、お米が変わると味わかります？私さ、食べ比べたことがないからわかんないんだけど、あんまりさ、お米の味わかんないんだよね。む、これはコシヒカリだからこうこうこうでうまいみたいなのがわかんない。お米は全部一緒だと思ってる。味なんか感じることができない。こんにちは。あ、肩こりはね、めっちゃやばいね。でも肩こりやばい。このドヤ顔で言うことじゃないんですけど、肩こりマジやばい。最近肩痛すぎて、昨日とかなんかリュック背負ってて、リュックそんな重くなかったんですよ。なんか重いもの全然入れてなくて軽かったのに、なんかもう肩痛すぎて背負ってられなくて、なんかもうリュックなのにこうやって手で持って歩いてた。肩痛すぎて。そう、マジ肩こりどうにかならないんですかね。キューボ肩こりの対処って感じ。マジで、ね、最近ピンチです。肩痛すぎ問題。ご飯の味より水加減が気になる。え、わかる。硬さの方がこうやっぱ分かりやすいじゃないですか。味の違いよりかは気になるの、めちゃくちゃ分かります。こんにちは。産地や粘土によって全然違う。マジすごっ。それをさ、こう分かる大人になりたいよね。あ、この米いつもと違うな、うまいなみたいな。全然お米全部美味しいなぁとしか思えない。そう、全然わかんないんだよね。お米が美味しいということしかわからない。ねえ、本当に自分の目の形好きじゃないんだけど、もっと可愛い目であってくれよ。頼むよ、頼むよ。可愛くないな。よし。なんか人と外を歩くときってさ、本当にやっぱ可愛く、できるだけ可愛くいないと相手に失礼なんじゃないかと思って気に病む。前最近さ、自分に自信なさすぎじゃない？って思う。ふう。 YouTube で肩こりにいいストレッチとかみたいなのある？えね、なんかやってるんだけどさ、多少はね、あれで良くなるんですよ。ちゃんとやっぱあれ効くんですよ。でも、もうそれに太刀打ちできるようなね、肩こりじゃないのよ。最近玄米ご飯にハマってる。え、玄米美味しいですよね。さすがにね、玄米ご飯と白米のね、味の違いはさすがにわかるんですけど玄米ご飯大好き私。あと麦ご飯もね、すごい好き。なんか給食、学校給食が白米じゃなくて麦ご飯だったんですよ。なんか栄養価が高いからっていう理由で。月1で白米の日があったんですけど、そう、月1以外は、まあ、月1白米、週1パンの日があったんで、まあ、それ以外は麦ご飯だったんですけど、麦ご飯も結構好きだった。てか学校給食ってやっぱさ、今思うとというか、まあ当時も思ってたけど、めちゃくちゃ美味しいよね。食べたい食べたい。サリーの肩こり思いのかかがんこ、なんかそう、ここも痛いんですけど、なんか背中にかけて全部痛いんですよ。もうなんかこう痛い、こう全部痛いから困ってます。肩背中こり。牛タンと麦ご飯の相性はなんであんな美味しいのか。そう、牛タンと麦ご飯食べたことないんだよね。牛タンでもなんか牛タン屋さんで麦ご飯出てくるって言いますよね。
一緒に食べてみたい。どんなぐらい相性がいいのか試してみたい。試してみたいです。世の中にはまだ知らない食べ方いっぱいある。体験したことのない美味しそうな食べ方が。まあでもお米もさ、それもこう同時に食べ比べればね、さすがに違いはわかると思うんですけど、なんかめちゃくちゃいいお米と普通のお米とかでこう食べ比べたら、食べ比べたらさすがにわかると思うんですけど、でさ、その米を食べ比べるっていう行事ってあまり起きないじゃないですか。そういうイベントないじゃないですか。わざわざやろうと思わないと。今までこう感じたことがない。ないなって思います。思います。YouTube の企画でやりたいよね。なんかいろんなお米さ、用意して。一回全部さ、一回バーって食べてみて、目隠しして食べてどれでしょうみたいな絶対わかんないと思う。絶対わかんないわ。絶対当てられないけどやってみたい。こんにちは。でもそのいろんなお米用意するのがめっちゃ大変だよね。セブンのネギ塩豚と麦ご飯のやつがめっちゃ相性、美味しそう。今度セブンでご飯を買う予定があったら食べてみようかな。こんにちは。爪がね、多分乾きました。おー、乾いた。お米マイスターの資格。さ、お米マイスターのさ、それさ、パンシェルジュを今度さ、受かれば取るんですけど、それでお米マイスターもさ、取ったらさ、もうなんか主食大好きマンだよね。それでなんかパスタのさ検定とかも多分あるやろうから、なんか主食めっちゃ大好きマンになりそう。主食資格取りまくってたら。ね、炭水化物大好きマンになってしまう自分が。炭水化物王に俺はなるになっちゃう。それはそれで面白いけどね。主食に関しては任せてくださいみたいな。お米マイスターめっちゃとんのむずそう。一緒やんってなりそう。勉強してるうちに何が違うねみたいな。何の勉強するんだろう。これとこれの品種改良したやつがこれみたいな、こう家系図みたいな、米の家系図みたいなやつ覚えたりするんかな。あとなんかこの食べ物にはこういう米が合いますみたいな、そんな感じなのかな。パンはそんな感じなんですよ。なんかこの料理にはこういうパンが合いますとかなんですけど、ご飯も同じ感じなんですかね。米マイスターってなんだろう。どんな感じのを勉強するのか気になりますな。気になりますな。で最近炭水化物を積極的に摂るようにしてるんですよ。ちょっと前までなんか痩せなきゃと思ってあれしてたんですけど、炭水化物減らしてたんですけど、いやなんか炭水化物抜くと体調あんま良くないなと思って、炭水化物を3食必ず取るように最近してたらめちゃくちゃ体の調子いいんですよね。なんか睡眠の質が上がった感じがするし、変な時間に間食したくなることもだいぶ減ったし、なんかマジ体の調子いいから、やっぱ人間に炭水化物って必要なんだろう、必要な栄養素なんだろうなと思ってる。そう、でもちょっと食べるだけでめちゃくちゃ腹持ちいいし、やっぱ米が一番いいですけどね、体感的には。パンとかはあんま腹持ちよくない。やっぱいっぱい食べちゃうから、やっぱお米のね
米脂質ほとんどないし、パンはやっぱ脂質が高くなっちゃうんで、あのフランスパンとかみたいな硬いパン以外はバターとか入ってるからね。そうだから米の優秀さに改めて気づきました。よいしょ。まあそんな感じで、そうそう、今日の配信は終わりにしますかね。ふう。ということでランキング見たいと思います。ありがとうございます、こんなど昼間からお付き合いいただきまして。いきます。13位トシ君ありがとうございます。12位ちゃん将軍さんありがとうございます。11位ラピスさんありがとうございます。10位マンダリンさんありがとうございます。9位イッコゾウさんありがとうございます。8位黒ギツネさんありがとうございます。7位ツナちゃんありがとうございます。6位あやかんちゃんありがとうございます。5位ケロンさんありがとうございます。4位ともちさんありがとうございます。3位ケンケンさんありがとうございます。2位ピアノマンさんありがとうございます。1位はヤスさんありがとうございます。イエーイ。多分ねもうお仕事に戻っちゃって今いない方もいると思うんですけど、ありがとうございます。ということで可愛い爪になりました。ということですみません、この変な時間にやってみんな見に来ていただいて本当にありがとうございます。では午後も頑張っていきましょう。バイバーイ。